浜山です。中村です。中村です。こんにちは。ということですね、今日はですね、いつもと違う風景見てください。なんか来たことないテニスコートですね。そうなんです。今日はですね、調布市の方、東京都の、ね、調布市の方のテニスコートにやってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なぜ今日来たかというとですね、はい、なんでだと思いますか。なんでですか。今日はですね、船水ゆうたチャンネルの突撃企画、みんな知ってますか。ありましたね、ありました。あれに感化されて、僕も今日突撃企画しちゃうと思います。ありがとうございます。はい、ここでソフトテニスをやってるっていう情報だけあのツイッターで拾ったんでやってきました。でも今もう公式テニスしか、ちょっと見てみてください。ちょっと今は公式テニスしかやってないが、まあ多いと思うんですけど、今日これからあのチームに交渉してあのランナー対決を挑んでいきたいと思います。はい、やっていきましょう。ちょっと緊張するわ。そうですね、こういうのは。え、おえ、何してんの。ちょっとえだ、う、映して大丈夫ですか。映して大丈夫ですか。え、大丈夫です。大丈夫ですか。何してんの。大丈夫ですか。ちょっと近くに行っていただいて。言葉が出ないです。ええ、何してんの。待って、何してんの。何してんの。何してんの。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。こちらの美人な方はどなたですか。彼女です。ああ、違います。え、何、彼女です。何してんの。え、どなたなんですか。僕が教育実習、大学4年生の教育実習の時に行ってた高校の生徒です。すごくない。卒業何年ぶり。10年ぶり。10年ぶりぐらい。ええ、ちょ、お名前お伺いしていいですか。あ、ナナです。あ、ナナさん。ナナちゃんです。ナナさんですね。え、動揺しすぎてコーヒーこぼれそうです。大丈夫。いや、だって俺体育教えてた。体育教えてた。そうなんですか。うん、マット運動した。マット運動。マット運動を教えてた生徒です。先生です。社会人なんて聞かないワードですね。はい、先生です。マット運動。マジじゃん。何してんの。え、ナナさんは今何をされてたんですか。あ、私今、はい、ゴルフの練習に行ってて。あ、そのお帰り。今帰りです。言えよ。いや、どういうこと。言えよ。なんでここにいんの。え、そうか、じゃあゴルフまだ続けてんだね。そこ、あ、そう、私東北高校のゴルフ部出身で、で東北高校の教育実習生だったんですよ。あ、先生と先生だよ、これ。先生と生徒という禁断の中。確かに禁断のあれ、今話題の、なんもないけどね。すごい、でも10年、本当10年ぶりに。テニス部とかじゃなくて、仲良くて。先生、先生です。そうなんですね。いや、当時はすごくやんちゃのね、生徒だったんですよ。いや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 、どう見ても真面目です。3ヶ月ぐらいしか教えてないですけど。え、ゴルフしてた。え、で、今何。今からテニスの撮影をする予定だったんだけど、これから、何の予定もなくやるから。あ、そうなの。え、だったらせっかくなんで、マサさんゴルフ教えてもらってどうする。やったことないよ。無理無理、成立しないよ。だって教えることできないでしょ。はぁ、できるよ。マサさん、ちなみにお時間は大丈夫ですか。お時間はちょっとなら、めっちゃある、めっちゃある。何見てんのか。めっちゃある。え、マジで。じゃあちょっとこの後マサさんゴルフ教えてもらうっていうことと、ね、はい、僕らテニスコートは取ってたんで、はい、逆に僕らテニスをナナさんに教えるっていう。え、どうですか。え、でもテニスやってみたい。お、え、テニスやったことない。え、じゃあそれで行こうよ。じゃあ急に俺が教える。え、でもあれだよね、なんかやってないよね。え、テニスやってる。え、テニスやってる。やってるやってる。あ、ちなみに YouTube やってる。え、YouTube やってるんですか。やってんの。え、やってる。え、名前は。なんていうチャンネル。セブンゴルフチャンネルでやってます。え、ゴルフ系のチャンネル。そう。え、見たことある。見たことある。嘘。え、見たことある。ない。え、やりたい。でもテニス、え、 YouTube やってんだったらどっちかで、どっちかやりたいの。じゃあ、あ、そうだね。じゃあ俺はゴルフ教えてもらうわ。じゃ あ私がね、教える。じゃあ俺がテニスを教えるわ。じゃあ教えるの。一番今そういうお仕事します。なんかごめんなさい。それはあのなりわいとしているので。ごめんなさい、なんか、はい、え、いいじゃん、時間ちょっとしかないけど大丈夫。忙しい分なってだから。え、やろうやろう。え、じゃあそれでちょっといきますか。ぜひぜひ、はい、え、じゃあちょっと交渉。あ、じゃあちょっと交渉してきます。そうですよね、撮影できるのかっていうのも。そうだよ、僕らちょっと。できなかったらね、もうお蔵入りなんで、これ、はい、ちょっと聞いてきます。はい、お願いします。はい、行ってきます。レッツゴー。お願いします。レッツゴー。カンボジアのマサト、改め、ゴルファーのマサトです。お願いします。カンボジアゴルファーマサトですね。
プロゴルファーまさとということで今日からプロゴルファーとしてデビューすることになりましたので皆さん応援よろしくお願いします。早い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 そんな簡単じゃないですよ。今日はね、奈々ちゃんが教えてくれるということなので、はい、僕の教え子である奈々ちゃんが教えてくれるということなので教え子に教えてもらう、ね、教え子に教えてもらうという企画になっているので、はい、まあ、ちょっとみんなね、多分僕よりも奈々ちゃんを見たいんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、今日僕の成長を見届けてもらえたらなと思います。まあ、僕としては奈々ちゃんをいっぱい多めに映そうかなと思います。それは、まあ、それはまあカメラとしてはよろしくお願いします。はいでこれからちょっと教えてもらいましょう。はい、レッツゴー。はい、じゃあ今日呼びました奈々ちゃん先生です、はい、よろしくお願いします。奈々ちゃん先生にお願いします。10年ぶりに再会していきなり教えてもらうという急展開になっていますが、はい、そうですね、元ね先生に、元じゃない、元じゃない、もう先生です。彼女にとっては僕は先生なんで、今日は先生っぽく振り回りたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まず教えてもらう前に、うん、奈々ちゃんの自己紹介をちょっとお願いします。改めてちょっと自己紹介してもらいましょう。はい、みんな、はい、もうみんな早くこっちが見たいからね。はい。はい、皆さんはじめまして、奈々です。もともと東邦高校のゴルフ部出身で、プロを目指してやってました。で、今28なんですけど、うん、6年前ぐらいにゴルフのプロの道を諦めて、ヨガのインストラクターをしてたんですけど、はい、また今年からまたゴルフちょっと上手くなりたいなと思って、そうで来年からねアマチュアの試合に出るんです。おすごい、そういう背景があったのね。そうなんです、でアマチュアの試合でちょっと日本一を取るために今いろいろ YouTube だったりとか、あとはこうウェアを着てテントに立ったりとかもしてるんですけど、ゴルフの関係の仕事をしております。YouTube チャンネルは何を上げてるの？はい、あ、主に YouTube のチャンネルは本当にゴルフです。ゴルフ面もうラウンドしたりとか、あとは、まあ、最初はレッスンやってたんですけど、まあ本当に私のこのゆるい感じでラウンドの動画を載せてるので皆さんぜひ見てください。車でおしゃべりとかね。そう、見てるんです。ありがとうございます。はい、そう、新米 YouTuber じゃん。じゃあマジで、ちなみに YouTube はいつから始めたんですか？今年の2022年の4月15日から始めました。じゃあまだあれか、うん、まだ始めたばっかりでちょっといろいろね、チャンネル登録もね多分わからない。500人とか今何人ぐらいいるんですか？2.8 万人。ちょっと待って、今頑張ってる頑張ってる。これ抜かれない？これ抜かれない俺たち。やばいやばい教えてあげるわとか言っちゃった。来年には抜かれるみたいな。来年には抜かれる。そんな伸びてんの？いやありがたいことになんか見ていただいてます。じゃあもうこれ越されたらもうコラボしてもらえないじゃん。そうですね、そうだね、もうそうだね、発生する発生するギャランティーが、うん、ギャランティーで、やばいやばい、マジかよ。はい、という感じで皆さん見てください。じゃあ今日はちょっと教えてください、はい、じゃあお願いします。しょうがないな、そんなもう奈々ちゃんの紹介はいらないんで僕が教えてください。そうですね、じゃあまず奈々コーチ、まず何をしたらいいでしょうか？まずちょっと見たいから、うん、初めて？初めて。簡単そう？どう見ても簡単じゃないですか？マジ？ちょっと打ってみて、打ってみて。怒られちゃう、ゴルフの人に。打ってみて。じゃあちょっとまず打ってもらうという、うん、この平たい方からいけばいい？そう、平たい方からいって。じゃあまずやっていきます。はい、やっていきましょう。でもこれ、はい、じゃあお願いします。お願いします。ここ持ち、あ、ここね、はい、何にも知らないから持ち方は？いいからやって狙いはどこ？いらないから。230ヤード狙います。ベースを開いてね、しっかり。ほんと？どこ行った？どこ行った？ここ1ヤード、1ヤード。え、本気？直せないと茶番だもんね。茶番だよ。さすが、さすが YouTube 歴長いから。気合わせ帰ってきた。YouTube 歴長いから。そんなわけないよ。今、じゃあ今から初めて打ちます。打ってた、打ってた。あー。そうだ、でも分かった、分かった。もう分かった、分かった。そういう感じ？もう分かった。もう分かった。こう今、階段登ってきます。嘘。お、うまい。これをもっと上げていけばいい。うまい。何もやったことないの。え、上達してる？まさかスピードが速い。じゃあこれやっていいから、これこれはこのままここです。え、ちょっと長いから気をつけて。え、ちょっとどうやって当てんの？うん、あ、危な危な危な。そっちはそっちのやつ、これ、これ向きたい。おい、え、ちょっともう終わり、帰った。これでちょっとコラボ終了ということで。え、ちょっと待って、うまいかどうかもわかんない。うまかった、うまかった、うん、じゃあ私が打ってみるか。なるほどね。それどうですか？日本見せてもらうわ。そうですね。え、でもめっちゃうまかったよ。え、マジで？びっくりした。
だって打つだけでしょ。これを打つだけでしょ。うるさいんだけど。軽く打ってみたいと思います。お願いします。軽くね、軽くね。え、ナイスショー、ショー、ナイスショー。そんな飛ぶの。大丈夫だ。うますぎて言葉出てないじゃん、はい、という感じなんですけど。俺よりうまいの。いやでもね、うるさいけどめっちゃうまかった。びっくりしちゃった。いや確かに1球2球であそこまで打てたの。え、ないないない、ね、本当に本当に。でも握り方もこんなんして握ってたし、なんかだからね、ちょっとわかんないもん。フォームをじゃ当たってるんだけど、もうちょっとフォームをあの綺麗に改善してちょっとうまく見えるように直していきたいと思います。はい、お願いします。はい。はい、ではちょっと今見てて、まあ、気になるのは、まあ、じゃあ2つだけちょっと教えていこうかなと思います。ワンポイントアドバイスが2つですね。ぜひぜひあの、ね、テニスやられる方、ゴルフやる方多いのかなって思うので、うん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 、ぜひやってみてください、うん、まず握り方、はい、握り方あのいろんなね、オーバーラッピングとかクロスとかいろいろ名前があるんですけど、はい、一番ゴルファーの中であの使われてるものをやってみます、うん、まず、手をガランとしてください。開いて手をガランで、今親指がダランとした状態で上に向いてると思うので、ここにこんな感じスッとはめていく感じ。あ、そうそうそう。そうすると今ここの部位が、そう、この部位がちょっと右を向いてると思うんです。はい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 。で最初ってこうやって握ってたでしょ、うん、でダランとした状態でこうやってはめると、うん、この V の字がちょっとこの自分のこの右胸ら辺を向いてくるんですよ。はいはいはい。それが正しいグリップです。この部位ですね。そう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 。この握り拳の部位が右胸の方向を向いていくと正しいです、ね、そうです。こう離れたりとかする方が多いんですよ。こうやってね、やっぱ初めての方って、はいはい、でこれだと力が入りすぎて体で触れなくなるので、うん、この部位ここをちゃんと締めてあげるのがポイント、うん、ギュッてギュッて、もうちょっと締め、あ、そう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 、こんな感じでギュッてね。そう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 。で今度これに右手をもうかぶせるだけ。あ、そう、もうこれでいいです。あ、これでいいの。これでいいの。なんだよ、なんか結構教えてよ。なんかこれはこうでこれはこうでとか考えるとわけわかんなくなっちゃうので、自分の一番脱力した状態にまずクラブをスッとはめる、うん、スッとはめる。そうで右手をかぶせると。そうです。でかぶせるとここもね、自然と締まるんですよ。変なこと考えないと。でこれも 右肩を向いてる状態。右肩の方向。これだけでいいです。で後ろはここはかぶせる、重ねる。めっちゃ手汗かいてきた、熱くて。あ、そう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 。え、こうやってやるの。そうで、一体感があるでしょ。一体感ある、ホールドされてる感じ。そうそう、ホールドされてる感じ。もうこれがゴルフの握り方です、ね、これね、これ忘れないでください、忘れないです。じゃあ、はい、これが一つ目のポイントですね。で、二つ目、はい、あのアドレスだね。あの構える時のフォーム、うん、フォームがなんかゴリラみたいな。おーい、ひどいな。10年ぶりあってこれはひどいよね。どう思います。そう、ゴリラだったからちょっとそれは綺麗に正したいと思います、うん、じゃあまずちょっと横向こうかな。そう、なんかこんな感じで構えてたでしょ。そうで、まずバカにしてるけど真剣にやってからね。そうで、まず足の幅は、まあ、肩幅ぐらいに開いてもらって、うん、そうで、自分の胸の前に肘を曲げてクラブを持ってきます。そこからまず股関節を折りたたむんですよ。そう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 、今膝曲げたんだけど、膝曲げないで股関節だけ折りたたむ。でそこから軽く膝緩める。あ、そうそうそう、これが正しいフォーム。めっちゃ綺麗じゃない、ちょっとあっち向いてやってみて。え、めっちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗。そう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 。でポイントはこの股関節を折るっていうのがポイント。最初にやっぱ膝曲げる方とかすごい多い。あ、曲げてたかもしれない。こういう人が多いんだけど、これだとあの上半身がブレたりするので、股関節から折ってあげるとあの体をね使えるようになるので、必ず股関節を折って膝を緩める。曲げるってよりかは緩める。そうそうそう。あ、そう、今すごい綺麗。もうこれで綺麗なボールが打てます。お、じゃあポイントは2つだね。早速簡単でしょ。簡単。ちょっとやってみてよ。早速やってみましょう、うん、これどれだけ改善するかちょっとマジ楽しみですね。はい、見てください、はい、お願いします。お願いします。それではやっていきましょう。教えてもらったところ、さっきのね、まずグリップ、グリップはこれで感じる。そう、V がね、右肩を向くように。これがね、うん、で股関節から
股関節から折って膝は緩める曲げるっていうから、あ、そう、え、綺麗じゃない？綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。今日からゴルフチャンネルに変更します。やっていきましょう。あ、すごい、すごい。今の音分かった？分かった。打点を見る、打点を見る、まず打点を見る。それテニス、テニスじゃん、テニスじゃん。そう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 、ちゃんとボール見て、さっきちゃんとどんどんね、遠くなってくる。確かに、どんどん遠くなってる、どんどん遠くなってる。あ、そうそう、で、膝を緩めて、あ、そう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 、ボールを最後に見て。うわ、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 うまい、うまい、うまい、うまい。めっちゃ上手くなってるよ。これ打ってみる。これ苦手だったじゃん。そうそう。え、これ、え、なんで車高ずれじゃない？え、本当に上手。で、股関節からこうやって持ったら、股関節から折って、そうそうそう、膝軽く曲げて、やっぱりちょっと綺麗、綺麗、綺麗、本当に綺麗、本当に綺麗。これ馬鹿にしないのに大丈夫？しない、難しいこと言う。あ、そう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 、本当に、うん、これ今後ろに引くときに、うん、体の軸までこっちに引っ張られてたんですけど、それはどうですか？あの、頭は、頭は10個した、10個した。でもこうやって本当に練習するのよ。あ、本当に？こうやって頭はちょっと上げて、こっから離れないよ。あ、頭を？うん、こうやって。あ、そう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 、それで、そう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 、あー、綺麗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 。頭はずっと力入らんくない？あの、この股関節使ってくる。どういうこと？股関節だけ入れてくる。そう、頭このまま。そう、そうそうそう、あ、いい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 、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。全然手応えないの、まだ。いや、もっと振っていい。でも合ってるよ、合ってる、合ってる、合ってる。おー、すごい、マスク取った、マスク。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、今やったのは本当に2つだけ、グリップの握り方と、うん、もう一つがあのアドレスの仕方ね。膝を曲げちゃったりするんだけど、股関節からこうやって屈曲曲げると、あの体全体を使えるので、ぜひちょっとゴルフ興味ある方やってみてください。はい、ぜひやってみてください。僕に教わりたいという人はコメント待ってます。そっち、私にコメントください。ゴリラフォームになっちゃうから。ゴリラって言うなって。ゴリラゴルファーが増えちゃうから。ダメだ、悪くない。え、てかさ、これさ、コースもあるんだよね。そう、実はここ東方調布スポーツパークは練習場だけじゃなくて、ゴルフミニコースがあるんですよ。すごい。で、12月はなんとこれライトアップがされるみたいで、あと光るボールがね、あの皆さんにもらえるらしいので、ちょっとまた12月、あ、よかったら一緒にやろうよ。12月やりたいです。やろうよ、光るボール、うん、光るボールで、うん、まあ、ちょっとここでデビューしよう。ナイターでやれる。そうそうそう、ナイターでやってるんですよ。あ、じゃあそれやりましょう。ぜひぜひやりましょう。すごい。勝負して勝ったら、じゃあこれをもらうということで、うん、ちょっと、まあ考えとこう。はい、というわけで、はい、じゃあ今回はね、ゴルフを、うん、ナナちゃんに教えてもらいました。はいはい、ナナちゃんのチャンネルではゴルフに関する、ね、ことをたくさん上げているらしいので、うん、上げてます。概要欄とコメントのところに、ね、はい、チャンネル貼っておくので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。見てください。あとインスタグラムもやってるのかな。やってます。インスタグラムも貼っておきます。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけで、あ、テニス、今ゴルフを教えたんだけど、今度はこのね、先生、元先生が私にテニスを教えてくれるということで、はい、はい、私のチャンネルではテニスの方をあの載せていますので、皆さんぜひ見てください。ぜひ楽しみください。絶対見ます。はい、めちゃめちゃ教えてやるから、絶対見ます。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。